皆様おはようございます。美しい国、日本のための時間であります。今日はアメリカ、中国、そして日本ということの、まあ、基本的な問題、そして将来ということについて私の考えるところを述べさせていただきたいと思っております。まあ、最近いろいろなことがアメリカの大統領あるいは中国の習近平国家主席、かつては日本の安倍総理、岸田総理からは日本の指針あるいは対中対米戦略というようなことがあまり聞かれないので、まあ、一応安倍元総理というふうに申し上げましたが、それぞれのですね、日米中の首脳はいろいろなことを発言しているわけであります。そういう中からこれから先のこの三国どういうふうになっていくかということをですね、やはり見つめなくてはいけないのではないかというふうに思う次第であります。まず第一にアメリカの大統領ですが、まあ古い順に言いますとオバマ大統領、そしてその次がトランプ大統領、そして現在バイデン大統領と、こういうふうにアメリカでは大統領が、まあ、次々と変わっているわけでありますが、まず第一のオバマ大統領が、まあ、宣言した有名な、しかも世界に大きな影響を与える発言があります。それはアメリカはもはや世界の警察官ではないという言葉であります。もはやというのは今まで警察官だったということにもなるわけであります。まあ、世界の警察官ということは、まあ、世界の安全、あるいはまた世界の経済、これを、まあ、主導してきた、あるいはまた責任を持ってきたということであります。それがもはや世界の警察官ではないということは、そうしてきたアメリカの立場というものがもうこれ以上進まないということにもなるわけであります。もはや警察官ではないということは、今まで警察官であったということであります。で、警察官とは経済ではドル派遣であり、安全保障面であればアメリカの軍事派遣、これがこのもとに世界が秩序を守り、そしてドルによって経済がどんどんと成長し、そしてアメリカの安全保障によって、まあ、日本も特にそうなんですが、 何の心配もなく経済に全力を捧げるということも可能であったわけであります。まあ、日本だけではなくてアメリカに安全を保障してもらっているために安全保障費あるいは軍事費というものを最小限度に抑えて、そしてできる限りの資金を経済発展のため、文化福祉のためというところに使うということで、世界は経済成長し今日まで来ているわけであります。ところがもうアメリカは世界の警察官ではないということは、もうアメリカは世界の秩序にもあるいは世界経済にも責任は負えませんよということの宣言であります。これは戦後が終わったということにもなるほど重大な発言であり、また重大な事態であると思います。では今日はどうかということ、大統領がオバマ大統領が言ったこと、そしてその次のトランプ大統領もやはり同じことを言っております。そしてバイデン大統領もまた、まあ、バイデン大統領というのはオバマ大統領の時の副大統領ですから、オバマ大統領の言ったことをそのまま、
同じことを発言するというのはごく当然のことであります。というわけでアメリカはオバマ大統領以来3代続けて、アメリカは世界の警察官ではないとこういうふうにはっきりと世界に向けて言ってるわけであります。では今日アメリカは世界に対して何を行っているのかというと、まずバイデン大統領は、対中冷戦、中国とアメリカとの間の冷戦ということを掲げまして、中国の専制主義かアメリカの民主主義か、どちらが正しいかを競うと、これが米中冷戦だというふうに言ってですね、アメリカの価値観からすると中国の現在の政治、例えば中国のウイグルであるとかチベットであるとか、そういうところの自治区に対する中国の政治はあれは人道に反するということで、人道に反する以上アメリカはそれなりの制裁をしなければいけないし、アメリカとどうしても対立することになる。つまり専制主義と民主主義、専制主義によって多民族その他価値観の違うものを力で抑える、そういう国家と、それから国民が第一だと、国民の言うことをよく聞いて尊敬して国民を主権者として国民を第一にする民主主義の政治、これがアメリカだと。だからアメリカから見て専制主義だと、民主主義に反するという国に対してはアメリカはこれは対立して戦う、したがってこれは米中冷戦だと、そして米中冷戦は民主主義と専制主義の戦争だ、戦いだと、こういうことをですねバイデン大統領は掲げているわけであります。そうするとこの世界、中国を含めて、まだアメリカの価値観とは価値観を異にする国がいろいろあるわけであります。まあロシアもそのうちの一つですし、まだまだ数えればキリがないほど、非米、反米と言われる国が国連加盟国のうちの半分近くあるわけであります。そういう国はあえて非民主的なことをしているのではなくて、自分それぞれの国が考えるこういう統治方法が我々民族にとっては一番いいんだということで、そこでまあそれなりの政治形態というものができて政治をしていると。それをアメリカから見るとあれは専制主義だと、独裁主義だと、まあこういうふうになるわけですね。まあ私なんかは客観的に見ますから、中国のように14億からの人間がいて、それこそウイグル族じゃ、ウイグル族、チベット、モンゴリア、蒙古、ありとあらゆるその古代からの文明を引き継いでいる民族、これが存在するわけですね。言葉だけでも何十種類という言葉が使われていると。当然のことながらいろいろ文化伝統ということも皆違うと、それぞれの民族のいわゆる伝統的な儀式もあれば芸術もあれば、まあいろいろなお祭りもあるということ、これがそれぞれ皆違うと、正確に調べると中国では60種類ぐらいの違う文明が、まあ伝統的な生活というと言い過ぎかもしれませんけれども、それなりの生活をしているわけであります。こういういわば価値観の異なる多くの民族を抱えて、でしかもこれを一つの国として秩序を保つということになるとですね、民主主義と、つまりアメリカの言うような何でもかんでも国民の言うことが第一だと、国民は主権者だという考えに基づいて政治を行うと、百花聡明ではありませんけれども、100人が100人違うことを言うし、そしてまあ仮に戦争だということになって国を挙げて敵と戦わなければならないという時になると、例えば軍艦の中にみんな価値観の違う将校が乗ってきてですね、船のキャプテンが10人から20人ぐらいになってしまうわけですね。これではですね戦争にならない、
はそれぞれの将校が異なった価値観、異なった文化、異なった考え方を持っていても、これは全部抑えて、そして漢民族なら漢民族の船長あるいは艦長ですね、軍艦ですから艦長ですね、これを艦長に決めて、あとは全部右へ習いで従うと、従わなくても従えと、で従わない場合は暗いところへ行っていただくということに、これ自然になるわけなんですね。それがいいとか悪いの問題ではなくて、そうしないと、数多くの価値観の異なる民族を一つの国家として秩序を保って統一をしていくということになると、とても民主主義という形では、民主主義という考え方、それから民主主義という制度では、国家あるいは秩序というものが守れないという、これはまさしく事実なんですね。ですから、そういう中国のような国もあると。しかしながらアメリカに言わせると、それは専制主義だと。まあ最近中国はよくアメリカに反論してますが、アメリカの考え方でいちいちその中国にいいとか悪いとか言ってくれるなということをまあ言ってますけども、まあ普通に聞けばごもっともな反論だと思いますね。むしろ自分の価値観を他の国に押し付けて、それに従わなければ戦争だという方が少しおかしいのではないかなというふうに私なんかは考えます。まあこれが私の基本姿勢なんですが、その基本姿勢に基づきまして、これから中国とアメリカと中国の関係、そしてまた日本と中国との関係、そして日本とアメリカとの関係と、この三国間のこの関係、これから先どうなるかということも含めて、逆にこうあるべきだという私の考えも入れてですね、お話を続けていきたいというふうに思っております。